シス先輩。ご機嫌斜めな妹さんに朗報があるぞ。お姉ちゃんは黙ってて。ローマンのプリン。先輩くんのお見舞いの品だ。これで機嫌を直すんだ。ではでは、この本格プリンにホイップクリームとアイスをデコレーションして、お姉ちゃん特製プリンアラモードだった。長トロが手玉に取られている。ほら座って座って、せっかくの機会だ。3人で存分にお話ししようじゃないか。やはり姉トロ。私の部屋で食べますよ先輩。ああ触れない態度、姉は悲しいぞ。お姉ちゃんは絶対いろいろ余計なこと言うから。ほら先輩行きますよ。